日本女子プロサッカーリーグ w ーリーグのアルビレックス新潟レディースは7月1日2024から25シーズンの新ユニフォームデザインを発表元なでしこジャパン日本女子代表 FW 川澄直美も早く着たいと興奮冷めやらぬ様子だ2023-24シーズンは花火をテーマとしたデザインのユニフォームだった新潟 L 新シーズンのユニフォームのコンセプトは、日本海に沈む夕日、で、筆とエアブラシで描いたような力強さと繊細さを共存させたタッチで描いたグラデーションデザイン、となっている。新潟 L の U18 出身である GK 高橋智子は、2024-25シーズンユニフォームのデザイン開発にとても苦戦しました。みんなで意見を出し合い、新潟といえばということで、日本海の夕日、 というテーマに決めました昨シーズンよりさらにかっこよく仕上がったと思っています注目は gk ユニフォームサードのオレンジです着るのがとても楽しみですと感想を語っている